あら、いらっしゃい。琴美も一緒なのね。どうも。元気そうでよかったわ。それで、知りたいのはカノンちゃんの話。どうしてそれを。もう、私を誰だと思っているの？っていうのは冗談よ。実はね、カノンちゃんの情報がいっぱい入ってきているの。本当ですか？ええ、本当にいっぱい入ってきているわ。目撃情報も驚くほど増えた。秋葉にカノンちゃんの話題が急増しているのよ。今になって急に？きっと暇人なのね。何か新しい情報はありませんでしたか？それがね、特にないのよ。だからそれがおかしいと思って。カノンちゃんって都市伝説みたいなものよね。なのに、尾ひれが消えたのよ。尾ひれが？みんなの情報が一致しているの。噂だけが一人歩きしているようには感じないわ。本当に存在しているのかしら。目撃情報はどこが多いのでしょうか？それもね、バラバラなのよ。今朝聞いた話なら UBX の近くかしら。行ってみよう。何か手がかりが手に入るかもしれない。あけみさん、ありがとうございます。ちょっと、あんたたち、まさか自警団をほっといてピンクマントを探すっていうの？自警団もカノンを探してた。だからきっとどこかでぶつかるはずだ。ならいいわ。あら、元気ないわね。おいら寂しいっち。ピンク、もしよかったら私と一緒に探してみる？本当っち？ええ、いいわよ。なんだかすみません。よかったらピンク。おいら頑張るっち。それじゃあピン君のことよろしくお願いします。気にしないで、夜に迎えに来てくれれば大丈夫よ。何の話？ピン君、いい子にしてるんだぞ。オイラはいつでもいい子だっち。それじゃ、行ってらっしゃい。気づかないふりだなんて意外と優しいじゃない。何の話っち？ここが明美さんの言ってた場所だ。でもピンクマントはいないな。当たり前じゃない。まさか待ち伏せでもするつもり？あれ、リピョン、どうしたんだ？手紙です。手紙が落ちていたんです。誰かの落とし物かしら。住所は書いてないみたいだな。でもこの色、ピンク色の手紙、まさか。おい、差出人は？カノンからだ。何ですって？おい、何が書いてあるんだ？ちょっと待ってくれ。妄想を正しく扱うことができればこの世界の発展に貢献することができるでしょう。妄想は無限の可能性が秘められた想像を超える、その先の可能性なのだから。見つけてごらん、夢より素敵な妄想を。願ってごらん、夢より素敵な妄想を。偶像の地であなたのことをお待ちしています。妄想請負人カノンより。どういうことだ？ピンクマントからの案内書？ふふざけた真似しやがって。悪趣味ないたずらね。まさか行くつもりじゃないでしょうね。行こう。本気で言ってるの？カロンに近づけるかもしれないんだ。でもよ、偶像の地ってどこだ？まさか王都グリモワールじゃ。どこよそれ。はあ、お前知らないのか？偶像崇拝の拠点といえば。ああ琴美、こいつの意味深な単語は無視していいぞ。もしかしたら、でも、そんな、偶像だなんて、違います。どうしたんだ？いえ、なんでもないです。で、どうするのよ。まさか、このいたずらを信じるっていうの？探そう、偶像の地を。
ちょっと。俺は構わないぜ。あんたたち、いつもこんな感じなの？あ？そうだけど。はあ、もしかして失敗したかしら。セーブポイント発見です。休憩されますか？秋葉原の数少ないアパレル屋さんです。これは。あれ、吉野さん、誰と話してるんだろう。申し訳ございません。お誘いは嬉しいのですが、お断りさせていただきます。私がご奉仕するのはお嬢様だけと心に決めておりますので。もしかして本物のメイドさんですか？そういうことでしたら、わかりました。気が変わったらいつでも来てくださいね。吉野さん、もしかしてメイド喫茶のスカウトですか？あら、聞こえてしまっていたのですね。ずいぶんと慣れた断り方だったけど、やっぱりよく声をかけられるんですか？まあ、それなりにでしょうか。メイド喫茶でしたら少なくはない方です。メイド喫茶でしたらって、それ以外にもよくスカウトされるんですか？様々ですね。先日は画家に、その前は探検家などもございました。え？吉野さんって普段は一体何をしてるんですか？お嬢様の身の回りのお世話や家事全般をこなしているだけですが。なのにいろいろな業種からスカウト？気になるようでしたら、しばらく私とご一緒なさいますか？興味あるかも。本職のメイドさん、密着24時か。ではまずお嬢様に頼まれた漫画を買いに、中央通りのアニマートへ向かいましょう。パーツを買ってパソコンを強化しましょう。それではこちらでお買い物をいたします。もしかしてそこにおられるのは西園寺吉野さんでしょうか？あら、お久しぶりです。いや、会えてよかった。私ずっと西園寺さんを探していたんです。吉野さん、知り合いですか？ええ、そうです。この方は神保町出版の社長でいらっしゃいます。社長さん？あの、西園寺さん、我が社での出版の件いかがでしょうか？そのお話でしたら以前にもお断りしたかと思いますが。やはり考え直してはいただけないでしょうか？我が社としてはぜひお願いしたいのですが。申し訳ございません。私が作る物語はお嬢様を喜ばせるためだけのものです。そうですか。やはり難しいお話なのですね。でしたら、せめてものを手土産として我が月刊誌の最新号をお受け取りください。これはお嬢様がお求めの漫画です。わざわざありがとうございます。こちらありがたく受け取らせていただきますね。では私はこれにて。吉野さん、一体どういう知り合いなんですか？お嬢様が幼い頃、よく絵本を作って読み聞かせていたんです。その絵本をお嬢様が落としたことがありまして、その時に社長がお拾いになったんです。なるほど、それで目に留まったんですね。だけど連載を頼まれるほどの腕前って大したものではございません。私はただのメイドですから。さて、次はご夕食の食材のお使いです。UBX のスーパーへ向かいましょう。トレカ屋さんです。少し見ていきますか？
れ、サイオンジちゃんじゃないの。あら、お久しぶりでございます。この人、テレビで見たことあるような。そうだ、ソバゲッティの有名料理研究家の人だ。ちょうどサイオンジちゃんにお願いしたいことがあったのよ。私にお願いですか？私今ね、新店舗を考えてるのよ。それで総料理長をお願いしたいと思って。サイオンジちゃん、引き受けてくれない？今度は料理長？申し訳ございません。私の料理はお嬢様のためだけにあるものです。ですので、そのお話はお断りさせていただきます。そこをなんとか。給料は今もらってる額の10倍は出すから。ありがたいお言葉ですが、やはり私は引き受けることができません。そっか、その意思は変わらないみたいだね。しつこく誘ったお詫びにこれを受け取ってくれる？こんなに高級な食材、本当によろしいのですか？ええ、サイオンジちゃんに調理されるならこの食材たちも本望よ。それじゃ、気が変わったらいつでも連絡ちょうだい。サイオンジちゃんならいつでも歓迎よ。ご夕食の食材揃ってしまいました。これでお嬢様にも喜んでいただけます。で、どうして知り合いなんですか？あれは数年前でしょうか。一度だけですが、お嬢様と一緒に親子お料理教室へ行ったんです。その時にたまたまいらしていたのが先ほどの料理研究家の先生だったんです。それから連絡を取るようになりまして、お料理のご相談に乗ったりするようになったんです。料理研究家の相談に乗るって、そんな大したお話ではございませんよ。あくまでも私はただのメイドです。さて、最後は裏通りへ向かいましょう。ソルジャーズゾーンのミリタリーショップです。サイオンジ、ついに見つけたぞ。あらあら、お久しぶりですね。もう今度はなんだ？どうか戻ってきてくれないか。我々だけでは手に負えそうにないんだ。もう私は誓ったのです。お嬢様を守ること以外にこの手は汚さないと。お前の居場所は本当にそこなのか？俺たちの民間軍事会社ならもっと活躍できるはずだ。え、民間軍事会社？戦場の黒豹と呼ばれた伝説、俺は今でも忘れたことはない。どうか戻ってきてくれ。俺たちにはサイオンジが必要なんだ。先ほども述べた通りです。そのお話、お断りさせていただきます。だが、お断りすると申し上げたはずですが。その頑固、あの頃のままだな。まあいい、今日は引き下がろう。だがな、お前は戦場でしか生きられない。その日のためにこの制服を預けておこう。いつかサイオンジを戦場へ導いてくれるはずだ。朝日様、この軍服でしたらお嬢様も喜んでいただけそうです。いや、そうじゃないでしょ。吉野さんって一体どんな過去を持ってるんですか？やはり気になりますよね。お嬢様にお仕えする前の話なのですが。って本当に？そんな、吉野さんが傭兵だなんて。このお話はお嬢様にも内緒です。二人だけの秘密ですからね。だけど二人だけの秘密ですからね。はい。パーツを買ってパソコンを強化しましょう。
れずセーブしましょう。妄想球に入る。おい、ここに何か用か。さっさと王とグリモワールを探そうぜ。あんた、わかんないの？やっぱり、気づいちゃいますよね。は？いやだからグリモワールに。偶像の地。そう、偶像。ってことは、ここしかないんだよ。リピョン、なんだかごめんな。いえ、気にしないでください。確かに、偶像だと言われても、反論することはできませんから。そっか、偶像、つまりアイドルのことか。あんた、今頃気づいたの？うるせえな。行ってみよう。この先にカノンがいるかもしれない。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。